こんにちは、速稼塾の久保でございます。今ね、やっとね、ジョジョの奇妙な冒険の第5部、こちらの方をね、一気見が終わりました。初めてね、最後まで見れましたね。今まで何度も何度も5部っていうのは、原作本もそうなんですけども、アニメの方も最後まで見ようかなと思うんですけども、どうしてもね、最初の4話5話ぐらいでつまずいてしまって、それ以降見ることができなかったんですよね。今回の動画解説は同じように、ジョジョの奇妙な冒険は大好きなんだけども、なんかせいぜい4部までなんだよねとか、5部はどうしてもちょっとねっていう方、多分私と同じ気持ちだと思いますんで、ちょっと参考になればと思ってお届けしようかと思います。まずね、全部見終わっての感想なんですけども、いや、これはね、すごく美しい物語だったなと思いました。今までその美しさに気づけなかったことと、まあ一つ一つの物語になかなかね、感情移入できなかったことが、まあ、なんでなのかなと、まあこれがね、黄金の精神を持つものと持てないものの差なのかなと思いましたけども、あのキャラクター一人一人もね、ものすごく愛着が今ありますね。逆にこの第5部で出てきた、まあ、愛すべきストーリーの物語の登場人物たちが他のストーリーに出てこないこととかね、スピンオフがないのが非常に残念だなと思うぐらいです。それこそジョセフ・ジョースターとかジョー太郎とかね、あのやっぱり自分の主人公であったそれぞれの物語以外にも出てくるじゃないですか。そのぐらいにあってほしいなと思いましたね。で、第4部でもそのジョースケがね、他のところに出てこないわけですよ。まあスティール・ボール・ラン以降の物語には出てくるというふうに聞いてますけども、いや、第5部のね、この物語に出てくる登場人物、言ってみればみんな外国人なんですよ。ヨーロッパの出来事ですからね。まあけど出てくるスタンド使いは本当に息をつかさぬ勢いで次から次へと出てきて、しかもスタンドの概念が複雑なんですよね。だからちょっと取っかかりにくかったのかなと思います。で、今までこの第5部が見にくかったことの原因としてはね、いろいろ考えられるんですけども、まあ、スタンドがたくさん出てきすぎてね、そして一つ一つのスタンドの概念が複雑で、しかも同時に複数出てくることばかりだったんで、だからややこしかったのかなと思いますね。で、キャラクターもどれがどれだか分かんなくなっちゃうみたいなところもあったり。で、ジョルノっていうのはジョジョの、まあ、子供じゃないですか。だから基本的には悪党なのかなと思ったら、なんかね、ジョジョの奇妙な冒険の中でも最強のスタンドと言われるぐらい最強のスタンド、これね、ゴールドエクスペリエンスっていう生命を与えるスタンドなんですよね。これはジョースキーにもちょっと似たようなところがあって、あの物質に生命を与えるんですよね。だから怪我をした人もその怪我は治せないんだけども、他の物質から生命体を持ってきて怪我をした部分にスポッと刺してね、元通りに蘇生させるみたいなことがあったりとか、そのジョー太郎がジョースキーに言っていた世の中で最も優しい、あの治すスタンド、これに類するものなのかなと思いますよね。そして今回の敵は時間を操るということができるということで、やっぱりね、時の概念っていうのが、あのディオでもそうなんですけども、ジョー太郎でもそうなんですけども、最も強いスタンドなのかなと、究極なのかなと思います。そしてこれから続く第6部では、プッチ神父っていうのが時を加速させるっていうね、やっぱり時間に関するスタンドっていうのが王者として君臨するんだろうなっていうところですよね。はい、で、第5部なんですけども、あんまり言うとね、第5部見れてない人にネタバレしちゃうんで言いませんけども、とにかくね、すごく美しくって、全部見終わった後には必ずその第5部っていうのが、あの他のストーリーよりも 1,2 を争うぐらい好きなストーリーにぐっと格上げされると思うんですよ。だから諦めずに見ていただきたいことと、それからね、オープニングエンディングも最初は違和感あったんですけども、今となってはね、これ以外ないなっていうオープニングでありエンディングでしたね。それは一番最後にエピローグが語られた時に全部がカチッとはまるストーリーになってるというところもなかなか味わい深いなと思いました。第5部っていうのはずっと物語が進んでいくうちに最後にもうラストシーン、本当に感動のラストシーンです。感動のラストシーンの後にさらにですよ、エピローグが最後に来るってところがパーフェクトだなと思いましたね。ということでね、すごく曖昧な感想になりましたけども、これはね、ぜひね、頑張って見ていただきたい。一つ言えるなら、第4部を見た後にすぐに見た方がいいです。そうするとスッと見ていけるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ今回は以上でございます。ジョジョの奇妙な冒険第5部でございました。いや、すごく良かったですよ、本当に。今まではね、本当に苦手のナンバーワンだったんですけどもね、大好きです。これで第6部ジョリーンもしっかりと見れると思います。それでは。